皆さんこんにちは、スプレアートレーナブルちゃんです。このチャンネルへようこそ。今日の話はですね、メキシコに関しての知らなかったことです。みんなは知らなかったことね、ちょっと教えたいと思います。メキシコシティは一番ミュージアムあるシティなんです。本当に何でものミュージアムがあります。何でもな、だいたい金曜日とか、なんて言うんですか、学校じゃなくてなんかミュージアムとかに行きましょうって感じです。プレアートはメキシコ発祥です。で、ほとんどはですね、めっちゃいいアーティストは、スプレアーティストはメキシコに住んでます。メキシコ人です。世界の中で一番でかいピラミッドはどこですか？そう、もしかしたらみんなエジプトとかって考えてますよね。違う、本当はメキシコにあります、チョルラのピラミッドっていうピラミッドです。チョルラのピラミッドです。一番でかいです。それは多分今までは知らなかった、メキシコのこと知らなかったことですね。だから、みんな面白いと思ったらチャンネル登録と高評価ぜひしてくださいね。あと質問とか何かがあれば、忘れないで、コメントお願いします。ありがとう。じゃあまた次の動画でね。アディオース。